여러분안녕하세요주주입니다はい皆さん私のインスタとか私の YouTube のライブを見てくださった方々は分かってると思いますけど私福岡の旅行行ってきました。完全に完璧にリフレッシュしてきました。皆さん私はいつも日本旅行に行ったら友達と会って友達がいろいろなところに連れて行ってくれるので実際に一人で何とかを知ってみた経験があんまりないです。例えばタクシーに乗るのも一人で乗った経験があんまりないのでいつも緊張しちゃいますね。それでなんか乗る前に福岡国際空港までお願いしますって言いましたね。お願いしますって言った後私ができますかって聞きましたね。だから運転手さんがめっちゃ優しくもちろんできますよって、とにかく運転手さんとの対話がめっちゃ楽しくてこれを動画に撮ってインスタにアップしようと思ってしようとはい、それで撮った動画ですので何もなんか内容はあんまり重要じゃないです。普通の対話です。それを見てみましょう。次ネパールとかベトナムとか多いんですよここ。ネパール、ベトナム、韓国、中国、それからマレーシア多いんですよここ。もう吉塚から乗ってきたらもう iPhone 持ってカカカカって言うねここってどこって言ったらパッと iPhone でやって国際空港ね、国際空港って書いてあるんですよ。でエアポートで英語にちょっと喋ってみたら分かるみたいけどエアポートオッケーギャーやべえオッケーオッケーって言って連れて行くけどね、でも友達の家とかやったらナビって言うナビオッケーって住所が書いてあるんですよ。そのまま入れてやってで連れて行く。そうです。ああもうやおいかんすよ言葉が分かればあんたがこう言ってこうやけんとか言って普通通り日本人が乗ったみたいに喋れば僕たちも分かるやねだけど分からんもんあの子言葉でバチャーとか言われたじゃんなんて言うのかなこの人はとか思うけどね。そうです。次も向こうもこう言葉が僕では分からんから iPhone 出すんで iPhone 出してカカカカって言う日本に来たら日本語使わなきゃならないですね。日本に来たらやっぱり日本語喋ってもらいたいですね。ただやっぱその日本人が喋るのはなんで喋っちゃうかっていうのを少し頭に入れて帰れば早く覚えると思う。そうですね、少しでも分かっていた方が礼儀だと思う。そういうことですよ、そういうことですよ、はい。それやっぱ僕たちは日本人がもうまあ韓国にいたら「あにゃせよ」って「こんにちは」って言うたら向こうは「あにゃせよ」って言ったらそれから何て言うとかやなとかいろいろはね、向こうも教えてくれるけんね。それを僕はやっぱ思いますよ。向こうの外国に行ったら外国のことをちょっと喋らないかんと。私もそう思います。それからもうあのケシピしようとかさいならとかね覚えとかないかんしね、で神様だとかねありがとう的なのを覚えとかないかん韓国に行ったら、はい、いやまあ、中国はシェイケーばっかりやけど、はい、はい、皆さん空港着くまでこうなんか話してて降りる時運転手さんは私にカムサムニダって言って私はありがとうございますカムサムニダって言いながらバイバイしました。はい、とにかく私が言いたいことはこんなになんか短い出会いでも運転手さんは私にとっては日本人のイメージになるかもしれないですし運転手さんにとっては私が韓国人のイメージになるかもしれないですね。でもこんなになんか楽しく時間を過ごしたらなんかお互いにちょっと少しでもイメージが良くなるかもしれないですね。はい、とにかく結論は日本旅行はめっちゃ楽しかったです。そしてまた行きたいです。毎月行きたいです。来るなって言わないでください。行きたいです。行きます、行きます。皆さんでも私が福岡の旅行に行ってきて韓国に来て私はやっぱり韓国人だなと思った瞬間があります。私が福岡で食べた食べ物が全部本当にめちゃくちゃむちゃめっちゃ美味しかったです本当に。なのに私は帰ってきて韓国で食べたのはプルダックポック麺とキムチでした。それで私は感じました、韓国人はやっぱりキムチパワーだもん。じゃあね。